続けてもあの人はもう戻らない。いつか君にも声を上げて泣く日が来る。だから今日、だから今、大切にしよう。平凡な条件
ないで帰ろう。夕暮れの風、手をつないで帰ろう。川沿いの道、手をつないで帰ろう。ツアー出るんですけど、去年はゼロでしたね、やっぱね。一昨年よりも去年の方がね、そうですね、考えてましたね。去年は本当に厳しかったですね。はい、でも、こうやってね、札幌伺えて本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。一番回数伺ってる札幌ですもんね。本当に。圧倒的に。皆さんによくしていただいて、なんかもう甘やかしていただいてね、本当にありがとうございます。感謝しております。ちょっと厳しくされるんですか、やだな、それは。ありがとうございます。ということで、今日も張り切っております。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。さあ、では続いてはですね、我らがお笑い切り込み隊長切り込みやで、我らがクッキー里中が歌います。祝女の皆さんには大変恐縮なんですが、まあ、男性のざれ事だと思って多めに見てやってください。クッキーさんとなんかがお届けします。女房のいない週末。目が覚める、思い出す、今日は土曜日、歯を磨く、顔洗う、髭は剃らない、熱いシャワー、気がつけば鼻歌が出る、とっておきのコーヒーは今日は豆からミルク、くだらない、一人分、独身気分、今週は女房のいない週末。
シャツ2枚これで限界新聞紙バラエティすぐに昼前パスタ茹でて白ワイン天国の味普段は見れない DVD 世界はここまで進化した YouTube 80s 夜も更け行き今週は予防のいない週末今週は予防のいない週末今週は女房のいない週末あたし独身だったありがとうございました今日もね、一緒になってきたどうもありがとうございましたツイッターですね、なんか言おうと思ったんですけど、忘れてしまった。なんか、すごくいいことを思いついたんですけどね。最近多いですよ、こういうことが。思い出したらまた撮りますけど、ね。さあ、次は、すごく、個人的に好きな歌を歌います。19歳の時に作ったんですよ。1979年に作って、まあその後にちょっとまあアレンジしたんですけどね、人気のある曲ですね。レニーマンデーモーニングブルースというのを聴いていただきます。あ、まあ。Stop!
本当に驚きました。あんまりにも雪が多くて
統治法だね。ね。そうですね。あの何年か前にですね、あの時計台でねライブやらせていただいた時にはそんなに雪なかったんですよ。2月の多分あれ5日ぐらいだったと思うんですけど、ね。あのそうでもないかなっていうか、その時でも札幌の人たちは。あのその時計台にお客様がいらっしゃった時にみんな暑いって怒ってましたから、多分その時は暑かったんですね。でもまあ、 あのニュースではね、あの雪がいっぱい降ってるっていうのは聞かされてたんですけど、まあ、実際やっぱり百聞は一見にしかずですよね。もう、うお、こんなになんかもう3月ですからね。もうね、本当になんかすごい、ね、まあ、これが恵みの雪になるようになるといいですね。本当にね、きっとなりますよね。ということで次の曲はですね、全然関係ないんですすいません、恋に落ちずに恋をするっていう曲と奇跡ということで、恋に落ちずに恋をするっていうのはあの自分が作ったんですけど、あの1番の歌詞だけできて2番の歌詞がずっとできなかったんですよ。である時気づいたんです。あのクリスマスイブ、山下達郎さんのクリスマスイブを聞いて、山下達郎さんのクリスマスイブって実は2番がない、あの曲2番がないんですよ。うん、あの1番だけで2番はサビだけなんですね。だから一生懸命 A メロが、そうそう、 A メロだけA メロなくてもいいんだっていうことでこの曲は A メロなしで、あの1番は A メロの歌詞なんですけど2番は A メロの歌詞はない。はい、いや、そうなんです。 何かが違うか、物語が完結してればいいってことですね。あ、はい、決してその間にコーラスが入ってるのは別に達郎さんのパクリでも何でもなく浮かんだだけです。はい、そこのところはあのよろしくお願いします。そして奇跡というね、そうですね、もうね、そう、あのそうなんです。今日はねちょっとあのたまたまあの来れなかったあの札幌にね、あ、はい、あの在住してらっしゃるあの中学校の同級生の方がいらっしゃるんですけど、はい、で、で中学校の時の男の子ってやっぱりバカじゃないですか、やっぱり。ね、ね、それであのなんかすごく嫌な思いをさせてしまったんだろうなというね、はい、反省に基づいて。そう、まあ、女の子もどうだったのっていうところあるのかもしれないですけど、でも男の子の無神経さって今から考えるとやっぱりね、ねそうそうそう、だからね、私は反省して構成しましたという歌を作りました。その2曲ね、はい、はい、お聴きください。お聴きください。甘い香りが
僕の胸を騒がす。うわ、Oh, my God.
にしあう傷つけあい許しあう誰よりも大切な人に次はですね、なんと2021年の新曲ですね。新曲なんですけど、新曲作りました。合ってるよね。
仕事になってます修行寿司そうそうそうあのチャイナドールという曲なんですけどあのはいこれはですねちょっと暗い曲でもあるんですけどもあの日本あの知り合い の中国人女性がやっぱちょっと日本に来てすごくいい時もあったんですけど結構あの大変な思いをしてあのやっぱり日本に来ていろんなねやっぱりすごく夢を持って日本に来たんだろうと思うんですけど、まあ、大変なこともたくさんあったんだろうなっていうねそういう曲でございますチャイナドールという曲を聴いてください次はですね、四ツ谷三丁目のブルースとリトルパーティーという曲があります。これもね、なんで人まとめにしたかっていう、ね、喋った方がいいのかな
両方とも友達の歌なんです。でも、まあね、割と皆さんの周りでもなんか急にいなくなっちゃったっていうかね、急にこの世を卒業してしまった友達がねいると思うんですけど、まあ、その友人たちに、送った曲ですね、2曲ともね、ということで札幌に来たらね絶対やりますんで、はい、そうそうそう、はい、では四谷三丁目のブルースと、リトルパーティーという曲もね聴いていただきます。ラッキー皆さん、今日もう一回来よう、もう一回来よう、いいよ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 、ラッキー、はい、じゃあもう一回入ります。
Thank you.
1番がお父さんで2番がお母さんの曲なんですけど、やっぱりその皆さんがこの曲を聴いて思い浮かべる景色は皆さんそれぞれだけのもので、だからこの曲は本当にその皆さんの頭の中で再生されることによってなんかこう生きるんだなっていうような感じがします。だからいろんな方に歌っていただけると本当に嬉しくて、もうその人のオンリーのその人のなんかこうパワーみたいなものが伝わってくる楽曲になる、なってるのがすごく嬉しいなと思います。そしてもうなんていうかもう12年13年やってるんですけど、僕らも歌うんですけど、でももうこの曲はもう皆さんの歌になってるなっていう感じがします。そういうものを、まあ、我々もその中の一つとしてね歌わせていただいてるっていうような感じがするんですが、聴いていただければと思います。夢という曲です。1番が、お父さんです、2番がお母さん、ということで皆さんのお父さんとお母さんをね思い浮かべながら聴、いていただければと思います。夢を歌います。
滲む景色霞む影が後ろで紹介をしようと思います。
ベースボーカルです、日吉大優。ありがとうございます。ギターボーカルです、小田俊明です。どうも今日はどうもありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。そして普通はでもドラムからメンバー紹介じゃないのっていう感じになると思うんですけど、この人を紹介するともう場がその一色になってしまうので、紹介はいつも後になってますが、はい、はい、我らがドラムです、クッキーさんらが Good evening everybody! 見ての通り危ない親父3人組本日は張り切っておりますね、日吉さんも小田さんも弾き語りギターのね、ずるいっすよね俺言いがかりぐらいしかできないですからクッキーさん今度ドラムで弾き語りいくんですか。できないっしょいやなんかアフリカンな感じ、ね、多分ね、15秒ぐらいしか持たないと思いますどうかですね、皆さん最後まで楽しんでいってください。よろしくねそういうクッキーさつらかさんが歌います、80年代恋愛事情というかね、デートに車がもう必ず必要だった時期の、ねね、はい、歌でございます、長いんですが覚えていって帰ってください。よくよく考えてみると大体夏にはいい思い出がないかもしれないという曲です「もしも巡り会う日が来たら」ごめんねを伝えたい。ここで降りると言って吐き直した。ドアを開けて海辺の街へ君は出ていた。サングラスを外し後ろ姿見つめる。きっと君の瞳には大粒の涙。遠いあの日、昨日のよう。終わり海岸線、ほんの少し長い影落とし、こんなはずじゃなかったよね。あの遠い夏の午後、君のいない夏を繰り返し、大人になっていた。Thank you.
ラのベージュのワンピース Date のためのあの日の君のドレス今も胸を締め付ける切ない思い出として君がいない助手席にコーラのボトル二つ午後三時のガスステーション悪かったのはきっと僕の方こんなはずじゃなかったよねあの遠い夏の午後どちも巡り会う日が来たごめんねを伝えたい夏が来れば思い出すあの日の君のドレス波のいない夏を繰り返し大人になっていた独身です。ありがとうございます。いよいよあと2曲になりました、最後の2曲はですね、まあ、ノリのいい2曲を用意しました、ジェントルレインという曲とマイスイートラバーというデスコの曲をやりますのでデスコですよデスコ昔伊豆に行った時にデスコっていうとこ見つけましたけどねデスコっていうのあんだみたいなね、その2曲をお届けしたいと思いますこれで終わりですよね。はい。はい。幻の
感じてた。時から終わりを感じてた。始まりを Oh,
ティックな舞台にも広がってもたくさんいるけど転生というかですね、やっぱ大事な人と生まれ変わってもまた巡り合うよということがテーマになっております、聞いてください、街角です。満月
「
皆さんと一緒に飲みたいと思います。混ぜてやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。